AGM-131 はアメリカ空軍が1980年代に開発していた空対地ミサイル。AGM-69SRAM の後継となる核ミサイルであり SRAM-2 の名称が与えられたが、冷戦の終結に伴い1991年に開発中止となった。 国立アメリカ空軍博物館に展示中の AGM-131 アメリカ空軍戦略航空軍団は1970年代前半より戦略爆撃機に搭載する投社核兵器として AGM-69ASRAM を運用してきた。SRAM は従前の核兵器より小型軽量なため爆撃機へ大量に搭載できる利点があった。 1977年に B-1A が開発中止になると改良型の AGM-69B も開発中止となった。1981年に B-1B の開発が開始されると B-1B 向け及び SRAM 更新用の航空機等再核ミサイルの検討が開始された。アドバンストエア2 サーフェスミサイルの名称で検討が続けられたが、1985年に、ショートレンジ、アタックミサイル2の名称が与えられ、1986年から A、AGM-131A として、全規模開発が開始された。開発担当はボーイング。AGM-131A は、SRAM の3分の2ほどのサイズを目指しており、 B-1B において、SRAM が24発のところ、36発、搭載できる計画であった。ステルス性を向上させ、信頼性を向上させた新型の W-89、核弾頭を搭載し、射程も 400km を目指していた。誘導精度も向上させ、効果目標攻撃も視野に入れていた。しかし、技術的困難により、最終的には、 サイズ、射程は、SRAM と同等程度となる見込みとなった。部隊配備は1993年を目指していたが、開発費用が計画値を上回ったことと、冷戦終結に伴う軍縮により、1991年に開発中止となった。SRAM-2 の戦術用途ミサイルとして、AGM-131BSRAM。 T が構想されていた。F-15E 戦闘爆撃機に搭載するものであり、弾頭は W91 核弾頭を予定していた。SRAM-2 の開発中止とともに、こちらも開発中止となった。ありがとうございます。